ツー、ワン、キャッ、カーです。あれゴミ落ちてんな。え、ちょっとコーチに教えてもらったから、あのやり方で解けるか。コーチマイケルちゃん、コーチかマイケルちゃん、いい加減にしろよ。褒めようか、またもっといろんなツッコミさせんかい。またですか。お前一本動画撮ったら忘れるタイプのやつらだ。ごめんごめん。ということで今日はツッコミ先行パート3。このツッコミ先行っていう企画なんですけども、タックでハイタッチさんっていうとってもとっても面白い番組の中の一つの企画で、今回も力を借りていこうかなって。今日もよろしくお願いします。お力添えになります。今回のツッコミ先行という企画なんですけども、ツッコミワードを先に言います。はい。それを聞いた他の人はそのツッコミに伴ったボケをしていただきます。なるほど。もう今やりたいなって。それで行ってみます。お前何かに追われてるんか。おらおらおらお前クマに追われてるんか。一時俺らの中で流行ったクマに遭遇した動画の人や。いや、クマは来たからおらってやんないと負けると思って。いや、お前勉強に追われてんか。受験生こっちとこっちも参考書で埋まってるから。そうなんだよね。やっべえやっべえ、サークル来た。お前何だよ。リレー中の割には冷静だろ。サークル来た。2周走るタイプ。2周走る。小学生か。鼻くそ。小学生か。小学生か。小学低学年か。幼稚園だろ。それ多分小学生が鼻くそ机の下につける小学生いるけど。小学生小学生だけだろ。これやんの、これやんの。あれ盗ったらだいぶ危ないから。お前デスノート拾ったんか。僕に逆らうな。お前デスノート拾ったんか。一瞬で権力者になったっけ。気になってたね今。でっかいポテトチップスでも買ってこない。お前デスノート拾ったんか。キラってポテチ好きだね。ここの中に入れて。なるほど。あ、お前デスノート。絶対いたやん。2個食べてる。2個食べてる。人でも殺めてきたんか。いや、人でも殺めてきたんか。人殺めないとそんな深呼吸しないから、止まってる。いや、人で笑えてきたんか。そんな苦笑い。いつも笑うのに。もしもし、昨日僕と君一緒にいたよね。人で笑えてきた。もうそろそろ警察来るからアリバイ作ろうとすん。必死。もうそろそろ来るから。いや、インド行ってきたんか。いや、インド行ってきたんか。そんなインド行ってきたみたいなナウマンゾウのズボンまで履いて。いやいや、焦ることないからもっとゆったり行こうな。いや、インド行ってきたんか。インドで時間の流れゆっくりになってる。インド行ってきたんか。左手で拭いて右手で食うみたいな。インドの匂いが取れねえや。インド行ってきてるや。インド行ったかもな。インド行ってきてるや。すいません、カレー一つで。え、カレーないんですか。いや、インド2年住んでたよ。カレーがない。インド2年住んでたよ。未来から来たんか。地球はやめとけ。未来から来たんか。未来ではもう地球終わってんのか。未来の地球は終わってるんですか。火星がおすすめ。未来が未来では火星に住めてるらしいです。未来から来たのか。未来ではもう宇宙人と交流し始めたみたいな。連休最終日か。死のう。お前連休最終日か。連休へのありがたみ。連休へのやむタイプ、やむタイプ。お前それ連休最終日か。目うつろになってまばたきするタイプ。連休最終日。最終日の渋滞か。はぁ、あ、肉じゃがかよ。連休最終日か。ざけんな、連休最終日肉じゃが。ざけんなよ。マジでとんかつしか食わねえよ俺。連休最終日肉じゃがって。あ、マジかよ。いや、初めて女性に触れたんか。いや、初めて女性に触れたんか。コントロールできてない息の強さを挑戦しないと。初めて完全までいったよ。グッとくんな。今日泊まりって。いや、グッとくんな。グッとくんな。
グッとくんな。あーちゃんと2時間グッとくんな。グッとくんな。2時間話すな。いやー昨日の映画良かった。グッとくんな。切り口変えてるな。グッグッってすんな。意味わかんないから。グッってすんな。にゃっグッってしろ。いや俺脇がうわバイビー。